様を本当に感謝します。聖霊様を歓迎します。次の賛美は、礼拝で歌うのは初めてなんですけど、本当に心を込めて、賛美していきたいと思います。神の御子イエス、神の御子にますイエス。Yeah.
会のために、お祈りを捧げていきたいと思います。とし子さんにお祈りをお願いしていいですか。
ドリーマーという賛美を捧げながら、献金を捧げていきたいと思います。用意できた方からご覧の方で見てきてください。おはようございます。 Good morning everyone。 おはようございます。今日は久しぶりに児玉兄弟がバンキバンチから参加してくれます。これから歓迎します。私どもも先々週までバンキバンにいまして、今日本当はこのバンキバンからですね、まゆか姉妹がこの朝の礼拝に来る予定だったんですけども、昨晩、一昨日前からの大雨の影響で橋が封鎖された、バスが通れないということで、予定では明日の朝、バンクの方に来る予定です。皆さん覚えてお願いください。またですね、来週の日曜日、これ大事なアナウンスメントですね。皆さん、この場所ではなくて、来週はカスケードポンド、父の日礼拝があります。またたくさんのトラクターを私たち配ってきましたけれども、10時半から、カスケードポンドで礼拝がありますので、この場所に間違いないようにですね、来ることがないようによろしくお願いします。昨年の父の日礼拝はですね、80名近くの方が来てくださって、肉が足りなくなるんですね、肉的な現象です。起こったんですけども、私はそれ以上にですね、霊的な現象、本当にその場所に来られるお父さん、またご家族の方、クロスオーバーの谷口先生たちも合流してくださると思いますけども、本当に一生、本当に知る者たちが起こされているように、ぜひ皆さん覚えてお祈りください。また天候も少し不安定ですので、天気のためにも、覚えてくださればと思います。この朝の御言葉をご一緒に開いていきたいと思います。この福音の伝承のためにというシリーズ、今日10位になりますけれども、ビリビビトの手紙の
続いて3章のこの朝は12節から16節までの御言葉をご一緒にまとめにしたいと思います。新約聖書のフィリピ人の手紙の3章の12節から16節ですね。もし聖書をお持ちでない方はお隣の方もしくは近くの方と一緒にですね読んでいただければと思います。ご一緒にですね12節から16節まで声を合わせてお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。3番、はい。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして私たちは常に立ち入れることを基準として進むべきです。一言お願いしたいと思います。天の父の神様、素晴らしいあなたの心からあります。この様の手が私たちをその恵みの御手を持って主の御前に引き寄せてください。父が引き寄せなければ誰も私のもとに来ることができない。あなたご自身が私たちを呼んでください。また召してください。その道を整えてくださっていることをありがとうございます。賛美の中に包まれる主がこの朝も豊かに私たちにご自身の姿を表してくださっている。主はあなたご自身である御言葉を通してこの朝もあなたが父はあなたの心を聖霊を通して私たちに教えてください。聖霊ご自身が私たちに知恵の霊、啓示の霊として私の思いを開かせ、また心を開かせ、主の御言葉を悟らせてくださいますように。私たちはあなたに聞いてまいります。主ご自身が私たち一人一人に必要な御言葉をこの朝も語ってくださいますように。主の素晴らしい御業にこの朝も期待し、初めに感謝しイエスキリストの御名によってお願いします。アーメン。私の最近の少しの、ちょっとした証なんですけども、最近私自身この祈る中で、こういう祈りをですね、ここ数週間、祈っていますね。それはどういう祈りかというとですね、主をもっと祈らせてくださいという祈りなんです、で神様って不思議だなと思うんですね。でそう、祈り始めて本当に、前回もこのボーバレーの地域の人々とですね、こういうふうに神様が関わる機会をで、ここ特に 1,2 週間本当に主がその祈りに応えてくださって、このグレスチャーチの方も含めて、その以外の方々に特にですね、この祈りの道を開いてくださってるんですね。で神様って本当に不思議なお方だな。私たちがこの決して開くことのできない領域、私たちは当然例えばこの首相であったり大統領にアクセスすることはできないわけですよ。でも時として神はそういった方々へのアクセスを開いてます。実はこの本当に私たちが決して開くことのできない領域を開いていくものか、実は祈りの領域だということですね。最近私は本当にいろんなこの体験を通して、感じているわけですね。ガラテヤ人の手紙の6章の2節においては、あなた方はお互いの重荷を負い合いなさいという言葉があるんですね。信仰生活の一つの特徴というのは、私たちがまさにこのお互いの重荷を負い合う。皆さん考えてみてください。クリスチャンになる前まではおそらく誰かのために祈るっていうことを、そういった経験はおそらくなかったと思うんです。皆さんの人生もしくは誰かのために断食をして食を抜いて何時間も、私もそういう経験がありますけども、祈るっていうことはおそらくなかったんです。でもこの私たちがこの神を知ったその時から、主が私に祈る思いをですから、この信仰に生きるということほど私たち自己中心的な生き方から解放される歩みがないと私は思うんですね。
クリスチャンになる前には私は消費的な吟味吟味くださいくださいっていうこの生き方から与えるものになる。祈ってもらってたもの、決して祈ってもらうことが悪いことではないです、ね、でも祈るものになる、まあ、皆さん祈りしかと思われるかもしれませんけど、このことぜひ覚えてください、ね、祈りが神の御手を動かしてます、アメンでしょうか。あのイスラ家においてたびたび出てくる一つのフレーズがあります、ね、それは神の御手があった。あの当時のペルシャの王、まあ、異教徒の王であったアルタシャスタという王様で、私も時々噛んでしまうんですけど、アルタシャスタ、その王は誠の神を知るものではなかった。しかし神の御手があったので、彼はエズラという、まあ、その当時の学者であり預言者を選んでおります。またあの8章に行くときに、まあ、同じように神の御手があったので彼らの旅路が祝福される。クリスチャン生活の一つの特権というのは私は祈れることだと思います。でも同時に私たちは神の御手を動かしていく、この領域を共に味わっていきたいと思いますね。この朝パウロが、まあ、皆さんの読みしたこの12節からの御言葉です、ね、もう一度目を読みたいと思いますけども、私はすでに得たのでもなく、すでに完全に、まあ、別の訳に言ったら完成されているのでもあります。通常私たちの欲求というのはですね、まあ、お腹が空けばご飯を食べるですね、喉が渇けばそれらを、まあ、得れば一時的に満足されるものですけど、不思議ですね、神様を私たちが求めれば求めるほど私たちはよりこの方に乾いていく、満たされれば満たされるほど私たちはこの方に乾いていく。皆さんそんな経験ないですか？祈れば祈るほどもっと主を知りたいと思う、これが健全な乾きなんですね。で、このピリピの、まあ、手紙というのは、これ先週の日曜日メッセージの中でも少し読みましたけど、やっぱ AD62 年頃から30年頃かかると思う。で、これはパウロがダマスコの途上でイエス・キリストと決定的に出会ったその出来事から30年後に、まあ、書かれている手紙があるんですね。で、その時点においてパウロは決定的に死を体験していた。でも30年経った今もパウロはこの今朝の12節の言葉を語るんですね。私はまだ完成されている。私たちは救われた存在であると同時に、同時に救われつつある存在、キリスト者の完全というですね、まあ、このアウグスティヌス この説明の中でこういった記述が、これ引用句ですけども、私たちはこの完全になるということ上で必ず持たなければいけない要素がある。それは何かというと謙遜さを身に帯びなければ。で、この謙遜さというのは私は完全ではないと自覚しているものです。そうですね、つまり私たちが完全に完成されたと思った瞬間、私たちは不完全なものになってしまう、まあ、一見するとなんかこの矛盾するような2つの事柄なんですけども、実はこれは絶妙なバランスになり立っているんですね。私が救われているけれども、救いというのはあのエピソードの手紙の2章の説、キリストの恵みによって私がイエス・キリストを信じその瞬間に完全にもたらされるものです。でも同時に私たちはこの今朝のパウロのように生涯を通して救いを追求している。私も今までたくさんのこういった方々に出会ってきましたけども、クリスチャンという言葉につまずきを覚えている方、少なからず皆さんの周りにもいらっしゃるんではないか。あの人クリスチャンなのに、神様信じてるのになんでこうなんですか。心の中に一人二人思い浮かぶんじゃないですか、皆さん。いますいます。私も結構そういう方と、ね、今まで出会う機会、まあ、そういった声を聞く機会が、まあ、あったんですけども、実はその要素に、まあ、要因においても二つの私は要因があると思うんですね。それはそう見る方と、まあ、見られる方、実はこの聖書の時代においてもこのイエス様の御名を用いて、まあ、この御名を乱用してといいましょうか、悪事を働いている者たちがたくさん描かれている。それはこの時代だけではないんです。まあ、有名なところでは使徒の働きの19章、スケワの息子たち、7人の息子たちの話を読んでいますね。で、あの13節から読んでいると非常に面白いですね。彼らは、まあ、その当時魔除けの魔術師である、
まあ、今でいうこの牧船とか占い師だったんですね。でパウロたちがこの主の御名によってさまざまな奇跡を行うその姿を見たときに、彼らは13節に彼らも試しに主の御名によって祈っていたと書かれています。何が起こりましたか。悪霊がこう書いてます。悪霊がですよ、これは読んでみてください。悪霊がこのように言います。私はパウロも知っている、そしてイエスも知っている、でもお前たちは何者だったんですよ。とんでもないことが彼らの人生に起こっているんです。一方で私たちは神の側に立っている、神を知っていると言っていながらも実は無関心に奉仕することや人々もいました。これは実は神の皆を乱用するものと同じぐらい神様から離れているかもしれないです。クリスチャンというのはぜひ皆さんここを整理しておきたいと思います。これは言葉以上に私たちがキリストにあるもの、キリストに従うものという、ですから、まあ、英語においても、まあ、祈りにおいて In the name of Jesus Christ、まあ、In というのは前置詞ですけども、キリストにある、パウロがキリストにおいて In Christ というこの表現を使うのは、キリストにある者たちが主の御名によって祈る、そこに宮沢が、まあ、主の宮沢が起こす。ですから私は人を見るときに、また自分自身を見るときに、ぜひ皆さんクリスチャンという言葉に惑わせないんです。でもこれは詰まるところはガラテヤ人の手紙の2章の14節、福音の真理についてあなた方はまっすぐに歩んでいますか。ここを見なければいけないんです。いいですか。福音の真理について私たちはまっすぐに、クリスチャンだからではそのレッテルに私たちは惑わされてはいけない。でも今日私たちがまず私が問わなければいけない、私は福音の真理についてますように。皆さんどうですか。人を責めるものではなく、皆さんを取り出すものですか。アメン。誰かの陰口を聞くときに、そこに同調するものですか。でも、そこに私たちはそれを取り出すものですか。どうでしょう。もう少し突っ込んだところでいいですね。今日の私の歩みというものが、私の選択というものが、あのイエス・キリストの十字架の姿にふさわしいことになります。どうでしょうか。まず私自身もこれを問わなければいけないと思うんです。まあ皆さんにもちょっとお伺いしたいと思うんですけど、まあ、福音というのは英語でグッドニュースですね。日本語では良き知らせです。福音は皆さんにとってグッドニュースですか。アメン。良き知らせですか。それとも単なるグッドアドバイスですか。実は巷で語られている聖書の理解というのは多くの場合グッドアドバイスなんです。私も最近あるその、まあ、ボーバレーの、まあ、ビジネスマンの方と話す機会にあって、あ、私も聖書見たことがありますよ。で、大体二言目にこう言うんですね。非常に哲学的ですね。生活の知恵、確かに箴言なんかを読むとですね、非常にこのプラクティカルな、非常に実践的な教えがたくさん書かれているんです。でも多くの方が聖書をグッドアドバイスとして見るんですね。で、私はその側面は否定しません。でもその根底にあるものというのはアドバイスと思います。福音という事実なんです。それはイエス・キリストが私のために死んでくださったというこの The Fact、 事実があるので、私が神様を愛するのもですよ。この考え聖書が私によりベタな生き方を教えてるからですか。それとも主が私のために死んでくださったというこの事実を言うでしょうか。Good advice なのか、Good news なのか。まあ私が一般的に見るニュースというのも、まあ、テレビつけるとそうです。既に起こった出来事が報道されます。これから交通事故が起きますなんていうニュースがあります。既に事実が報道されています。ゴスペルと言います。事実。私どもの教団になる先生がですね、これ以前皆さんにお明かしたことがあるかもしれませんけど、腎臓疾患を患われてもう3年ぐらい、私まだ日本で検診している頃ですね、まあ、そのいわゆるこのあれです、ね、腎臓を移植しなければいけない。でも難しいんですね、この腎臓手術というのは適合する臓器がなかなかね。でも奇跡的に娘さんのこの臓器が適合できる。親としてどうですか。自分の子供の臓器を
で、その、まあ、先生がこのように言ったんですね。私は今まで娘のためなら命も捨てる、その覚悟で歩んできました。でもまさか自分の娘に助けられるなんて夢にも思ってませんでした方なんです。でもその手術を受けた後、私はより一層本当に娘に対する思いが強くなりました。頭で分かっていたことで、あの現にその娘さんの命が自分のうちに宿った時に、皆さんこれは事実なんですよ。イエス・キリストが私のために命を与えてくださった、この事実を知る時に、おのずと私たちから湧き上がるもの、主はそこを願っているんじゃないかなと思います。パウロ自身が、まあ、この手紙を書いた時にですね、まあ、彼は皆さんもご存知、投獄されていました。牢屋の中にいたんです。でその中で、あなた方は目標を目指して一心に走ってほしい。皆さんがもし今日この GJCC にですね、手紙を綴るとしたら何と書きますか。ちょっと変なこと聞きますね。今の先生のメッセージはちょっと長すぎますね。まあそのように書かないでくださいね、傷つきますので。意外と先生なんです。どうですか、もう少し兄弟姉妹が愛し合うべきじゃないですか。なんであの家庭は、まあ、おそらくいろいろ、もしかしたら良いことよりも悪いことの方が目立つかもしれません。でもこれは別にこの教会に限ったことではなく、どの教会にも同じだったんです。そしてそれはこの初代教会のフィリピの教会も同じだったんです。ですからパウロはいろんなこの思いを綴っているんです。教会というのはキリストの完成された体なんです。霊的な意味で。でも同時に人間という不完全なものの共同体で、ここに一つの矛盾があるんですよ。ですから私たちは苦しむ。神を知っていながら、なぜあなた方はこうなんですか。完全ではないから、私たち人間の集まるところにはいろんな問題が起こるんです。でもパウロはそのような矛盾を知った上で、そのギャップを知った上で、この朝の御言葉を語るんです。それはその中にあって、あなた方に一つの目標を、あなた方は一つの目標を目指して進んでいってほしい。この目標は何ですか。14節に書かれています。目標を目指して一心に走ってほしい。それがあのヘブル人の手紙の12章の1節と2節なんです。ご一緒いただきましょうか。ヘブル人の手紙の、ここにパウロが語る目標があるんですね。その私たちにこの朝提示されている一つの目標、ご一緒にここの1節2節を読みしておきます。ヘブル人の手紙の12章の1節と2節、こういうわけでというんですね。3、はい、こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありません。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御手の右に近づかれました。ありがとうございます。特にこの2節の冒頭なんです。ここが私たちの目標なんです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さない。ここに宣言しましょうか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。アーメン。サタンの目的は、皆さんこれ覚えてますか。教会において種子の問題を起こすことではないです。でもそのことを通して私たちの目をこの目標からそらす。ですから私がクリスチャンだからなんでっていうところにつまずきを覚えるときに、私は気をつけなければいけない。これは見る方の責任です。当然見られる方にも責任があります。で私はそこを見るときに、私の心がそのことゆえに神から逸れてしまうよ、そこを絶えず軌道修正しています。私の家庭に起こる問題もいろんな課題があります。その先もある方から夜メールが来て祈ってください。今日さまざまな事情があって教会に来れてない方も、私の知らないところでいろんな戦いがあるんですかね。でも本当にその中にあって、彼らの目がしっかりとイエス様に向ける目標に向く、皆さん私も例外ではないです。目標でイエス様に向き続ける、
信仰生活により絶えずこの本質を私たちが掴むということ。もう一度言いますよ。教会は人の集まりです。いろんな課題が私たちにある。いろんな波風が本当に立つこともあるんです。でもその中にあっても私たちは主を見続けるということ。パウロは決してそういった主の問題を軽視しているわけではないんです。でも私たちはイエス様を見続けるということです。このところによって2つの、この朝時間が少し来てますけど、自覚というものを皆さんに一緒に見ていきたいと思います。第2ペテロの、ここもちょっと皆さん見たいと思いますか。第2ペテロの一章の10節の言葉です。私たちはこの天において召されている者たち、これが今日のメッセージのタイトルですね。私たちは天において召されている者たち、その2つの具体的なメッシュをですね、読み言葉から順次から見ていきたいと思いますけども、まずこの第2ペテロの一章の10節、ご一緒にお読みしましょうか。よろしいですか。はい。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。ペトロ自身があなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい、英語では To make sure your calling selection ですね。私は何召されたんですか。まずこれが一つ目の調べなんです。それは救われているものとしての自分です。私たちは主イエス・キリストにあって救われているもの。どのようにそのメッセージを私は確認するんでしょうね。日々私たちがイエス様、私はあなたにあって救われていることを感謝します、そのように宣言することもいいと思います。でも私は個人的な経験として、一つ皆さんにお話を提示できること、私たちが置かれている立場を吟味することです。皆さん今この瞬間私はどこに置かれていますか。教会に置かれている。バンフのどこかのカフェではなく、バンフセンターのプールでもなく、この朝私たちはこの主のもとに置かれています。あれまでの6章の44節において、これは祈りでも言いましたけど、父が引き寄せない限り誰も私のもとに来ることができる。私たちが今主のもとに招かれているっていう事実ですね。皆さん、これは私が救いに招かれているものであるという一つの力なんです。また私が今福音を聞くこの機会に預かっている、絶えず私たちが今どこの場所に置かれているか、また今日皆さんがまたこの週どこに置かれているか、その立ち位置をぜひ確認してみてください。その車の中にいる私が引いている。でペトロはこの11節で11節このように書いてますね。その召しというものをまずあなた方は確認すると同時に、このようにあなた方は私たちの主である救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことを私たちはすでにこの真理を知っているものであるけれども、私はいつもあなた方にそのことを思い起こしている。私は忘れやすいものですね。ですからペトロはこのように語るんです。いつも救われているこの自覚を思い起こしなさい。私も最近よく妻とですね、よくこういういつもの話をすればあまり許可を取ってないことで、自己報告になるんですけども、言ったよね、いや聞いてないよ、こういったやり取りが私の方が多いんですけど、で、いや話したよって言うんですね。で、私が最近忘れっぽいのかですね、ボケてるのかちょっと分からないですそれで自分自身もはっと気づかされるんですけど、この聞いたことも私は明日覚えてるかも分からない、大体覚えてるんですけど、でもこの福音の真理というもの、救いというのも日々私たちは御言葉を通して思い出して救われているという事実です。そして私たちが神の栄光のために召されている。特に皆さん、日々私たちは覚えましょうね。覚えてるんです。で、そのためにパウロは、もう一度フィリピの手紙に戻りますね。今度12節3章。キリストが私を捉えてくださったのですから。私、このことは非常に意味深いものであると思います。私たちが捉えられているのは、皆さん覚えてくださいね。
これは信仰の領域だけではないです。神はこの歴史のイニシエイティブなのかな。初めに神が天と地を創造された。神は私の人生全てにおいてイニシエイティブを取っておられるんです。決して信仰の領域だけではないです。ですからダビデは詩篇の24篇の一節において、地とそれに満ちるもの、世界とその中に住むものは誰のものですか。主のもの。私が今回のバンクーバーで経験したですね、パンクとかですね、パトカーに止められるとかですね、そういった恥ずかしい経験も、でも主の御手の中にあると思うときに感謝が湧き上がってくるんです。まあ、当然私は自分の愚かさによって招く様々な結果もあります。でもその中においても聖霊様が気づかせてくださるんです。そして悔い改めることができる、そして新しいスタートを踏み出すことができる。どのような状況によっても大切なことというのは、私が絶えず主の御言葉を握ることなんです。あのよ、ローマ人の手紙の8章の28節において、神を愛する者たちには神は全てのことを働かせて生きさせてください。信じるんです。皆さん、御言葉を握って信じるんです。信じるということは、まあ、信じないこととの戦いですね。当たり前ですね。で、信じないということもある意味において私は信仰的だと思うんです。それは信じていないということを信じているわけですから。でも私たちは信じるもので、人は何かしらを信じて生きているものですね。無神道者であったとしても自分自身を信じて生きているわけです。でも多くの場合、その信じているものが的外れなんです。実はこれが罪の語源なんです。ハマルティアというのは的が外れている。私たちはこのパウロがこの朝提示する一つの目標なんですか。イエス・キリストを信じに握って前進していく。私がこの世に走っているから、あなた方も私を見習ってほしい、そう語るということは、フィリピの教会においてですよ、目標を見失っている者たちがいたということなんです。いいですか。ここは私は忘れてはいけないです。教会においてパウロはこの一般信徒に、一般のこの未信者の方について語っているものではなくて、教会に対して語るんです。あなた方は目標を目指してください。皆さん、私たちはどうでしょうか。フィリピの教会においてもさまざまな仲違いがありましてね、先々週の学びの中では、このユダヤ主義的な思想、肉の割礼を誇る者たち、行いを誇る者たちもいたわけです。私たちも例外ではないかもしれません。でもこの朝の御言葉でもあるように、私たちが召されている理由というのは、覚えましょうね、さまざまな問題を嘆くため、非難するためではなく、それらを取りなすため、祈られるものから祈るものへと変えられていくため、そのことを通して、主の栄光を見るものでとされていくためになるということですね。共にこの朝を覚えたいと思います。そしてもう一つだけ、私が召されている自覚というのはですね、ここを開きましょうか。最後に第一ペテロの3章の一節前の8節においてペテロは最後にと語りますけれども、私たちはこの救われているものであると同時に、ここの御言葉の正面に立つものであるということを覚えたいと思います。9節1箇所だけ読みしたいと思います、ね、3、はい、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために、祝福を受け継ぐために召されたものになる。福音についてまっすぐに歩む者たちというのは、よろしいでしょうか。いかなる状況にあっても、またさまざまなことを聞く中にあっても、絶えず取りなすもの、絶えず励ますもの、そして祈るものであるということです。嘆くものではない、同情するものではない、非難するものではない。でも私は絶えずこの福音の事実に立つものとして一瞬心を持って取りなすように。私の目標であるイエス・キリスト、皆さんとも少し確認しました。福音というものが皆さん単なるアドバイスとして過ぎ去るものではないんです。でも2000年前にイエス・キリストが確かに私の罪と呪いを、あの十字架の上において生産し、命を与えるために
私に提示してくださったグッドニュース、良き知らせであるよ。思いたいと思います。まあ、最後にちょっとした証ですけども、私は人を愛するということをですね、まあ、ここは本当に夫婦関係の中でいつも実践させてもらってるんですけども、人を愛するアドバイスというのも多少なりとも役に立つと思うんです。でも皆さん、上っ面のですね、やり方って人に伝わらないじゃないですか。私もありがとうとかですね、I love you とかですね、まあ、気休めで言ったりする場合があるんですよ。でもそうするとすぐ見抜かれるんですよ。思ってないでしょ。女性の方がすごいんですね。皆さんも経験ないです。でも、多少不器用でも、私の心から湧き上がる思いというのが、本当に相手に伝わる。私の書斎に来ると分かるんですけど、まあ、本が、まあ、学んでいたって、もう一つ、まあ、いろんなですね、教会のスケジュールであったりとか、放射表であったりとか、その横にくっつけてあるものがあるんです。それはですね、妻のメモなんです。でよく彼女がですね、思ったことをメモにして、いつもありがとうとか、感謝してるよ。そんな、まあ、走り書きのようなメモなんですけども、それが取ってあったんです。で、どんな高価なものよりも私はそれが嬉しいんです。どんな高いものよりも私はそれが嬉しい。なぜかというとそこに妻の気持ちがあるんです。私がこの主を愛するということも、私がこの How to 愛し方でもないんです。でも私が本当に心から主を愛するもの、湧き上がってくるもの、この喜びが今このように皆さんに分かち合われているように、私に関わる全ての方々になります。イエス・キリストが私たちを愛してくださったのは紛れもない事実であって、その事実に私今生かされているということをこの1週間も特に覚えたいと思います。救われている者としての自覚、そしてこの祝福のために私は召されているので、ご一緒にこの朝も覚えていきたいと思います。しばらく皆さんでお祈りしましょうか。このテニクレスチャーチにおいて、あなたがこの朝から取られる御言葉、それはパウロ自身がフィリピの教会において提示したように、あなた方の目標であるイエス・キリストに向かって一心に進んでください。今この祈りと献身と確信が私の祈りとなりますように、今しばらく皆さんで心を合わせていきましょう。どのような状況になったとしても、私たちの揺るぎない不動の岩であり、また確信であり、砦であり、また岩尾であり、イエス様、私はあなたに目を取り続けます。自分の願うところの、思うところの状況や、また祈りの答えが見られなかったとしても、私たちは私たちの人生に最善をもたらしてください。イエス様、あなたを見つめ続けます。あなたを求め続けます。主をどうぞこなさん、今一度新しい上からの心と、また献身の思いと私のうちに注いでください。愛するクリスチャンたちの一応、また今その痛む者たち、やめる者たち、苦しみの中にいる者たちのうちに、主はあなたが御霊によって今私たちと同じ心を注いでくださいますように、主を願います。あなたを見続けます。イエス様、あなたこそ私たちの目標です。あなたこそ私たちの信頼、あなたこそ私たちの永遠に信じるべきお方であること、この様の言葉を通して示してくださったことをありがとうございます。聖霊様、望んでください。今お一人一人の心にあるその献身が祈りとされていきますように、その願いが各々の祈りとされていきますように、それが歩みとされて私の生き様の中に反映されていきますように、聖霊様、望んでください。天の父の神様、あなたご自身が今この場所に豊かに働かれていることをありがとうございます。私たちがあなたを選んだのではなく、あなたが私たちを選び、その救いの招き入れと導き入れてくださっていることをありがとうございます。この新しい週間、私たちが愛する家族、また愛するこの地域を、また愛するクリスチャン教のメンバーを、また日本にいるその同胞を覚えて取りなし、また日々瞬間瞬間の今の中で祈るものとされていきますように、そのことを通して主はあなたの御業を見るものとされていきますように、上からの信仰を増し加えてください。日々新しい献身を与えてください。あなたに従い死に至るまであなたの道に歩む
生その思いを与えてくださいますように。聖霊の導きに期待します。一度祝福しイエスキリストの皆によってお願いします。アーメン。立ち上がれる方立ち上がって最後に曲賛美を見つめ続けます。ご一緒にですね、私の目標でイエスの心を見つめ続けるその思いを持って主イエスキリストの皆によって一度祝福しお祈りします。